battles. Yeah, I'm waiting for you. Well, I got the treatment. さあ2019年8月15日の東西戦は大将戦となりました。皆が応援している国対悪党富永、伝説の一戦、恒例のバーサス東西戦においてこれほど因縁の戦いがあったでしょうか。国対富永、国と富永といえばお互い嫌い合っている、お互いがお互いのことが嫌い。富永は汚らしいあの髪、髪の色、そしてわけのわからないメガネ、お互いタンクトップを着ているという共通点はありますが、全く似て非なるものこの2人でございます。だがしかし残念ながらこの富永が今ラッシュを仕掛けている。そしてクミはここで剣で飛ばれてしまった。さあ富永に対してクミは何かできることがあるのか、それともこのまま富永の波に飲まれてしまうのか。思えば先日のマニアックスでビッグウェーブに飲まれた富永が、今度は私がビッグウェーブであると、その強さを証明しました富永。ベリーランダム、ベリーランダム、ベリーランダム、ベリーランダム。ほんでしかもレバーが調子悪いけど、ベリーランダムプレイヤーイズクニ、ベリーランダム、ベリーランダム、ベリーフィッシュノブレイン、ノブレイン、 This is ゾンビプレイヤー、ベリーベリーストロングゾンビ。じゃあとりあえず今日の東西戦はこれにて終了ですね。まあ一旦じゃあここで締めたいと思います。みんなありがとう。じゃあしょうがない、もう一回ね、もう一回ね、はい、さあやり直しです。あ、ガスさんやり直しです。これはもう一回っぽい、国対富永大将戦やり直しリーチ。さあこれはガスさん、かつて東西戦の歴史でやり直しというものはなかったんですが、いやあったね、ありましたか、ありましたやり直しが入りました。国対富永、前もこんな感じだった気がするけど、何があったかは分かりませんが国対富永やり直しです。さあ思えばこの2人の対決は遡ること10年、因縁の対決と言われております。お互いタンクトップを着ておりますが、確かに非なるもの、それがこの国と富永でございます。でチアドゲをジャッキーチェストで食われてしまう。片や電人波動拳、片や暴れとさの行くだけ とてつもなく。どっち嫌い？どっちも嫌いですどっちも嫌いですよどっちも嫌いですけれども、うん、当然ながら暴れとサーミクダキの方が嫌いです。なるほど、はい、これは富永さんのことは俺はリスペクト、尊敬していますだけどディスライク、嫌いです。なるほどね。でもトサだけ嫌いなんでしょ。いやいやいや、富永さんが嫌いです。富永さんが嫌い、はい、なるほどね。あでも富永さんリスペクトします。富永さんとトサナミどっち嫌いなの。富永さんとトサナミはいい質問ですね富永さんですかね、ギリギリですけども、ギリ富永さん。でも剣を打たない富永さんと富永さんだったら、うん、あの富永さんの方が全然好きです。あーなるほどね。剣を打つ富永さんは本当に地球上で3番目ぐらいに嫌いですなるほどなるほど。あ、この状態のクニ君は好き。この状態のクニ君はですね、別にそんなに嫌いではないです。そんな嫌いじゃない、はい、嫌いではないですあった何か見た気がする、この光景、この光景をかつてあのトサラミを、あのトサラミを見たことがあるかこれで早く座れよとかって切れてんだけど、どっちがだよこれ。ゾンビリプレイ、リプレイ、ゾンビリプレイ。これ超下手だよこれ相手、まあ、これ相手超下手だよこれ。もう一回やってください。だからこれ超下手だよ。しょうがないからもう一回やってください。泣きの3回目お盆だからねさあお盆お盆が来ましたので
死者も復活しますから、思うわ。なるほどね、はい、帰ってきた、復活気はしました、国。さあ、お互いタンクトップを着ておりますが、似て非なるもの、この国対富永。さあ、片や電信波動拳、片や暴れとサミクラキというとてつもない SA を持っているこの2人ですが、まずはその富永の暴れとサラミクダキが刺さる刺さる、そして刺さる。今の理由あるあるなんだよね。理由ある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 じゃん。何度蘇っても俺がまた相手になってやる。あれ、ムサにカスって書かれてるよ、クニ君。何度起き上がってもまた倒してみせると、富永そういう気持ちで戦っております。さあ、3回も蘇るとですね、さすがに富永さんも悪くないんじゃないかと、うん、悪ではないんじゃないかと。なるほどなるほど、悪悪言われておりますが、さすがに3回ですから。富永さんまた同じこと狙ってないよね。同じことは狙ってるんじゃないですかね。狙ってるかな、まあ、過去に何があったかは私分かりませんが、うん、まあ狙ってるんじゃないですかね。もう一回やろうっつって、はい、今の剣見ましたか、富永、あの岡さん、うん、あれが僕の一番嫌いな富永です。なるほど、はい。これ富永ですね、冷静、学習した。富永ですね、うん、今ラウンド保険かけてたんですよ。なるほどね、ラウンド保険かけてるんです。これが富永うさんくさいところなんですよ。あれね、第3ラウンドでやってれば面白かったのに。確かに。そう、さあ富永どうする。あった、今のは、まあ、今のは逃がしてやるかと。確かに。そうです。あ、でもリーチこれを取って正面してやると、そういうことですね。4電陣早い。あ、あ、本日の東大戦は 2P 側の勝利で、フローラチームの優勝で決まりました。フローラ最強だから、ガードしてないでしょ。残念ですが、クニさんは死亡です。あの、え、副将クニ君、これカスタもこれもういいんで、もういい、3回しかチャンスはないんで。3回まで、やべ、3回までですよ。いや、4回チャンスはね、もう死亡ですから。死亡、はい、でもまだ副将なんじゃないのこれ。いや、まあ副将説はありますけども。ああ、まあもういいんじゃない、もうみんなもね、もういいよって感じなんで。3回も見たから、あ、もうヨボダ出せよって感じです。さすがにヨボダ出せよと、もうクニはいいぞと。え、富永さんとやんの、ヨボダ、ヨボダくん、やりますやります。だからもうこれエキシビジョンでもなんでもないんで、ただ大将クニが3回蘇ったっていうだけなんで。なるほどなるほど、じゃあ終わりだね。これは勝っても負けです。なるほどなるほど、富永さんが負けたとしてもクニの負けです。今日はもう8月15日に関しては、富永大なりクニです。なるほど、はい、それはもう潔くね、負けを認めるしかない。まあそうだね、視聴者もどっちだけですから、もうプロレスでもなんでもないですから。リベンジマッチ3回やって3試合やってね、ゼロ勝ですから、これはもう完全な負けですよ。負け試合だね、ここで勝っても負けです。あ、うまい。富永さんもこれ気持ちとしてはそろそろ負けてやるかぐらいの気持ちですから。はははは、スタンチの回復早いよこのキャラ。ピヨ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 、せいや。さあ、富永勝利で東西戦は終わりです。今週も見てくれて、はい、ありがとうございました。本当に。また来週お会いしましょう、はい、また来週お会いしましょう。